はい、皆さん、毎度毎度。はい、今日はね、はい、この、宿毛矯正のね、これ、ルーラル貼っとくけどね、ここに、ね、来たね、コメントだね。まあ、これ、最後ね、ガリ見てんのかなと思うね、こういう人って動画をね。あの、1分20秒あたりで、部屋カラーしてる人は難しいんだよっていうことを言ってんだけど、うん、ちょっと理解できてないみたいだね。まあ、別にね、うちは無理に友好関係広げようとはもう最近思ってないからね。 まあ余計な入れ字してね、こういう人にね、知恵つける必要もないなと。でもね、なんかあったんかなと思うよね。こういうコメント来た時ね。まあ多分宿毛矯正かなんか失敗したんだろうね。宿毛矯正はね、あの施術に意外と落とし穴が多いからね。そのね、落とし穴一個でもね、踏んづけちゃうとね、地雷っていうのかな。もう失敗するからね。一材のダメージは髪の毛にすごいから。これはだからね、もう何回も言ってるけどね、カラーヘアとか、 何回もせ施術してる部分に塗るからひどいんだってね、健康網にかけた場合はね、トルフした場合はね、全然なんでもないからね、前も言ったけどね、あのー、資生堂のク,スタクリスタライジング、あれをウィッグにさ塗って一晩置いたことあんねよ、朝さ、さぞ軟化してるだろうと思ってさ、毛が溶けてんじゃねえかと思って、ワクワクしていったらさ、逆に溶けてねえどころかね、硬くなってんだよ、あれ軟化してないところじゃないんだよ、あれ、硬くなったって、夕べより酸化したみたいな。 誰か2液かけた、2液まではいかないけどね、そんな感じなのよ、だから今の薬ってのはよくできてるからね、健康もに対してはね、あんまりビビることはないんだよね、だから、ごうタ多網でさ、健康もの人来んじゃないでも襟足から塗ってて、襟足から塗っててさ、10分やそこらじゃ塗り終わるわけねえんだから、もう、手のろな女の子なんかにやらせたら30分ぐらい塗ってんだから、ねえ、30分でも40分でも最後の部分がね、塗り終わるまで、それでも大丈夫なのよ、なってんだよね、今の薬はね、染めてなくて傷んでなければ。 だからこの塗布の難しさとか放置時間の難しさってのは傷んでる人なんでね、カラーヘアとかね,あのね、何回もかけてる分とかねで、それにつけると本当に一液ってのは、すごく、ね、痛むからね。だからね、そのコメントくれた先生がね、先生なんていうこともねえけどね、どういう施術してるかね、一液を、ね、塗布して、縁石ぶっ込んでるとかね、1、あのー、回かけたぐらいだとさ、何か施術不良 があってウェーブバックを起こすだから、必ず来るたび来るたび中間毛先もさ、何か塗って、あの宿毛矯正かけなきゃいけないとかね。そういう先生に言わしたら、宿毛矯正の薬ってのは非常に強くてね、危険な薬になるよね。でもね、あのしっかり施術ができてるとね、毎度毎度来るたびね、根元にべじべじょっと塗ってね、1回分、全回の分もね、かぶしてね、ほんで、まあ、適当に染めてなかったら、15分も置いてね、テストなんかしなくたって全然、 関係ないからね、テストしたってしなくたって一緒もう薬の力っていうのはもうね、もうそこで止まっちゃってんだから、ほぼね。仕事が終わったね、アルカラの物体がついてるだけでアンモニアがもう飛んじゃってるわけだからね。あとやっぱり粗悪な薬使ってっからやっぱりそうやって言うのかな。あの、ミルボンの薬に関してはね、結構無理な使い方してまで痛まないよね、根元付近。健康網は。 で宿毛矯正で髪の毛を傷めてしまうっていう原因は美容師にあるんだよね、やっぱり施術不良でウェーブバックを起こしちゃう髪の毛がね、次来る時もなんか中間毛先になんか癖が戻ってる、そうするとね、やっぱりそこも薬つけなきゃいけないじゃない、毎度毎度薬つけてるとね、全体にね、やっぱり損傷ってのがどん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 ね積み重ねてちゃってね、ひどくなっちゃうんだよね、もう抜けられなくなっちゃうんだよね、損傷が損傷を呼んでね。 はい。めんどくさいコメントは削除してね。友好関係築いてまでね。仕事を教える必要なんかないから、うちはね。はい。お疲れ様でした。